亭福女将ハンセンプロデューでやってまいりました。今夜は小鹿大熊の極道コンビと対決であります。まあ勝利はもう不動のものと思いますけれども、このハンセンプロデューリーグ戦も着々と得点を上げてまいりました。現在勝ち点4点、もちろん負けはありません。パワー全開のハンセンプロデュー、このチームのミラクルパワーを阻止するチームは果たして現れるのかどうか。無敵の長寿コンビ、中盤戦を迎えましたリーグ戦の方も大本命はやはりハンセンブロディ動かずといったところでございます。今夜小鹿大熊を何分で料理するか、この辺りが見どころのカードです。スターハンセンブルーザーブロディ対グレート小鹿大熊元氏の30分の一本勝負。満員の福岡国際センターリングサイドのお客様立ち上がって、このスターハンセンブルーザーブロディの激しい動きに見とれています。ムードは最高潮になりました。一旦リングの下に戻りました。グレート小鹿大熊元氏もここで一発、両方のほっぺたを引っ叩いて気合を入れます。どういう試合になりますか。キングコングブルーザーブロディ、ブルーザーブロディ恐怖のラリアット、スタンハンセン、スタンハンセン、どういうレスリングを見せるか。極道コンビ大熊、そしてグレート小鹿、勝負は30分の一本勝負。今週の解説はおなじみ東京スポーツ新聞社山田隆さん。さあ勝負の方はおそらく大荒れになると思いますけれども、しかしこの極道コンビが死力を尽くしても、山田さん、今夜の対決勝つまでには至らないでしょうね。そうですね、まあ、やはりね、圧倒的なパワーの違いですね。そうでしょうね。さあ場外ではスタンハンセンがグレート小鹿を捉えました。そしてリングの中に引きずり込んでまいります。ブルーザーブロディは大熊元氏を捉えた。ブロディのおっと、ツープラトンでいきました。オープニングヒットはツープラトンのエルボーバット、喉元をえぐりました。超重パワーチームであります。そして軽々と肩の上に乗せます。ボディースラム、もうデッドリードライブ、殺人投げと言っていいかもしれません。すごい技が決まりました。今度はスリーパーホールド。まあ極道コンビとしてはね、はい、持ち前のゲリラ戦法というか撹乱戦法でいくしか方法はないと思いますね。そうでしょうね。まあ要するに何分前線できるか、うん、と言っていいんじゃないでしょうかね、はい、さあ大熊元氏を2人がかりで捉えます。ダブルキックであります。強烈であります。まさに衝撃のパワー。もう獰猛な牙をもう最初からむき出しのスタンハンセンブルーザーブロディ。いくらこの極道コンビがゲリラ殺法が得意といってもパワーで封じられますね、山田さん。そうですね、しかもあのハンセンブロディ組っていうのはね、はい、どんな相手に対してもね、もう力いっぱいぶつかってきますからね、はい、グレート小鹿が正面から堂々と挑みます。ハンセンを押しまくる、ハンセンを押しまくるが、しかしここまで簡単にリングの中央におっぽり出されます。膝が待っているキングコングブルーザーブロディ。さて山田さん、公式戦の行方ですけれども、この超ミラクルパワーコンビ第一戦レイス・ニックと両チームリングアウトの痛み明けで、ミラクルパワーコンビもやや計算が狂ったかなという感じだったんですが、しかし日が経つにつれまして堂々とチームは立て直してきましたね。そうですね、まあ、ただあの、ニック・レイス組との、ね、無得点、これはちょっと痛かったですね、はい、ちょっと予定が、ね、狂って、はい、まあ、本当にほんのわずかな期間ですが、V2 にアウンといったような見方もあったんですが、じりじりと調子を上げてきますね。そうですね、中盤戦現在のところザ・ファンクスがトップで7点、この超重パワーコンビは現在4点、トップの差は3点であります。しかし公式戦のその後、ジャイアントボバラッシャー木村組には圧勝、タイガージェットシンマイクショー組にもピンホール勝ち、現在は勝ち点4点。そしてタイガージェットシンとマイクショーを打ち破った一戦の後、タイガージェットシンとマイクショーが仲間割れ、これをこの超重パワーコンビがさせてしまいましたね。そうですね、まあ、あれは本当にああいう形になるというのはね、予想もつかなかったんですが、はい、まあ、あれで戦線が大いに狂ってきましたね。そうですね。さあ勝負の方は大熊元氏がスタンハンセンに捕らえられて場外に送り出されました。さあお客さんの方におっぽり出されます。さあ鉄柵を乗り越えてスタンハンセンが思い切って攻めます、思い切って攻めます。さあ今度はグレート
小鹿を今度は押しまくって放送席の目前まで、ルーザーブロディがやってまいりました。グレート小鹿を放送席にもろに打ちつけました。そしてスタンハンセンと大熊、大熊がどうしても餌食にされます。再びリングの中に連れ戻す、リングの四角いジャングルで勝負と言わんばかりの超獣パワーコンビ。リーグ戦の方は現在勝ち点4点です。山さん、一部の評論家の間にはこのスタンハンセンとブルーザーブロディがリーグ戦の最中に仲間割れするんではないかという噂もちらっと流れたんですが、しかし今のところ全然心配ありませんね。そういう、あの不安は全く見られないですね。全く見られませんね、堂々と王道を言っております。そして V2 達成へまっしぐらのブルーザーブロディ、スタンハンセン、大熊がどういう技を見せるか。しかし技が通用しません、全く技が通用しません。大熊、さあサンドイッチ状態にされました。再び2プラトンの攻撃、何を持ってか、ドラッグ、ダブルドロップ結果。一人だけの力でもものすごいパワーでありますけれども、2人がかりでいきます。さあ予定のラリアット、予定のラリアット入った。正面から 2,3 歩助走してウエスタンラリアット爆発、全く立てません。大熊完全に餌食にされました。ものすごい勝負に出まして、一気に肩をつけました。極道コンビ全く攻めることができませんでした。スタンハンセン、ブルーザーブロディが大熊小鹿を4分14秒で料理しました。いやー、や強いですね。やはりね、これだけのね、力の違い、もう目の前ではっきり見せられると、ただただ唖然とするしかないですね。そうですね、まあ予告殺人とでも言いましょうか。もう完全にいいタイミングを捉えて、ウェストンラリアット、これはやっぱり見事ですね。V2 か、復活したザ・ファンクスか、それとも鶴田天竜か、タイガーマスクも特別参加、超豪華メンバーにどうぞご期待ください。世界最長タッグ決定リング戦30分日本賞を行います。アウトが260パンの鶴見五郎、ジャンボ鶴田と天竜を標的にしています。鶴見五郎、420パンのワンマンギャング、この桁外れの巨体が武器になります。ワンマンギャング好調を持続しています。白龍コンビの切り札天竜、250番のジャンボ鶴田、さあバックドロップで V ラインへ爆進か、ジャンボ鶴田。天竜が山さん、この V1 達成の切り札でしょうか。そうですね、はい、やはりあの、まあ、鶴田選手の場合ですね、まあ、あんまり好不調の波がない、非常にあの安定した力を持っている。そこへ加えてですね、天竜選手が頑張っていけば、これはもう V1 という風にですね、つながってくると思いますね。今度は鶴田と天竜のコンビネーション、山田さん問題にしたいと思うんですが、この V1 達成のために懸命な2プラントン攻撃をマスターした鶴竜コンビですけれども、どうでしょうか。やや秘密兵器が完全燃焼という感じがありますね。はい、今までのところですね、そういった新しいタイプの勝ち方というものはまだ見られていませんね。この後の展開どうでしょうか。 TT4 2人で打ちます、ダブルラリアット、それから円錐切りと2パットのダブルアタック、こういったあたりが火を吹いてほしいと思うんですけれども、うん、ただね、あのはっきり言えることはね、以前のようなその鶴田選手、天竜選手それぞれがバックマッチの中で俺がという気持ちがなくなって、比較的タッチワークがスムーズになってきた、はい、この点だけは大変なプラス材料ですね。それは言えますね、はい、瀬戸山さん、ちょっとうがった見方かもしれませんが、この最終戦にハンセン・ブロディと当たりますね、はい、ここまで手の内を隠してるんでしょうかね。もちろんね、それはあると思いますね、はあ、ただそういうあのやや引っ込み思案な考えでいますとね、その前にニック、リース組があり、ババ、木村組がありということで取りこぼす恐れが出てきますね。そうですね、ですから、まあ、その点はね、
鶴竜コンビというのはまだまだ若いんですし、はい、あんまり引っ込み思案にならずにもう各試合全力投球全てをさらけ出していくという考えでもいいんじゃないかと思います。そろそろ全力投球完全燃焼してもらいたいですね。そうですね。天竜が捕まりました。相手はワンマンギャングであります。本当に大きい選手です。205センチ190キロ、いやはや大きい。さあ今度はネックハンギングツリーであります。それにゴロが追い打ちをかける。肩口に5本の指を突き刺しました。まさに突き刺すという感じ。天竜タジタジ相手のコーナーブルーの三角上での試合です。天竜頭が下がります。さあ鶴見ゴロだ。ベアハグ攻撃。おっとフロントスープレックスで切り替えた。華麗に決まります。鶴見ゴロ、もともとはなかなかの技師でした。この鶴見ゴロ選手、山さん、彼はあの東海大学の理学部物理学科を出てるんですよね。そうですね、あの大変に変わった経歴でしてね、はい、まあ、あの非常に頭のいい選手ですし、まあ、あのお話にもあったようにもともとはテクニシャン、はい、それが途中からいわゆる悪党タイプに転向、まあ、プロレスラーとしてはいろんな意味で理想的な形かもしれませんね。そうでしょうね。大体あの最初から悪党タイプというのはいないんでしてね、まあ元々はテクニシャン、例えば一番いい例があのクレイジータイガージェットシーンだと思うんですね。あの人はもう本質的には大変なテクニシャン、ところが現在は悪党タイプの最たるもの、はい、まあ、鶴見選手なんかもどちらかというと、やや似てますね。さあその鶴見五郎が今夜も生き生きとしたレスリングを展開しています。高校大学と柔道とレスリングをやりました。実力は抜群でございます。復讐のハグレグナ、おっとおっと、うまいツープラトンですね。ラリアットですね。さあそしてギロチンドロップ、豪快。天竜危うし。天竜ちょっと疲れが見えてきたか。今気力で跳ね返してますね。そうです。しかし190キロです。重いですからね。重いこのワンマンギャングを気力で跳ね返しておりますけれども、やや下半身ちょっと動きが止まりました。そして再びツープラトンの攻撃に出てまいります。ワンマンギャングと鶴見五郎、今夜は試合をこぼさないで勝ちにいってますね。はい、あの非常にタッチワークがいいですね。いいですね、はい、ショートショートでね繋いでいってますよ。現在のところギャング鶴見チームは4戦して0点です。まあこの最終戦まで0点というのはみっともないですからね。そうですね。ここで大物チームを打ち破るということになりますと一躍脚光を浴びます。鶴見五郎とワンマンギャング、ワンマンギャングは外に出ました。天竜の動きが完全に止まっておりますので、ここはワンマンギャングの締め技攻撃か。あ、タッグロープで締めてましたね。そうですね。鶴田が今気がつきました。場外に回りましてパートナー天竜を中に入れます。そして鶴見五郎が先にワンマンギャングにタッチを見せています。しかし上樋口君はこれは認めません。さあおっとおっと、鎖チェーンを取り出したぞ。右手にチェーン鶴見五郎飛び込んだ。いやいや驚きました。さあそしてトランクスの中にあっという間に入れます。天竜動きが取れなくなりました。今ジャンボ鶴田がチェーンだというふうにアピール。カウント5以内のこのルールをうまく使いますね。そうですね、あのレフリーの資格をついてますからね、はい、鶴見が生き生きとしている。今度は政権的だ。すごい勢いで喉元をぐそり。鶴見五郎が非常にいいレスリングを展開しています。天竜の顔面胸のあたり赤みを増してまいりました。さあ逆襲のパターン、エンズアイ、カウンターのエンズアイ、見事に決まった。首の後ろ側、ここは期待ようがありません。天竜いい角度で打ちました。ハイアングルに決まりましたね。非常にいいカウンターですね。ここで満を持しての出場、ジャンボ鶴田攻撃に出ます。さあチョップを2発打った。休養は十分。ジャンボ鶴田ここは何としても見せ場を作りたい。福岡のお客様からバックドロップという声がかかりました。さあコーナーに大巻きで飛ばす。そしてワンマンギャングの背骨のあたりに一発パンチを食らわしました。鶴見が危ないぞ。後ろを向いた瞬間にまた鎖ですか、山さん。鎖やってるようですね。やってるようですね。ただね本当の一瞬ですからね、はい、レフリーにもあの注意を受けないですね。手の甲に鎖をぐるぐる巻き、この鎖を今巧みにワンマンギャングに渡した。ワンマンギャングが鎖でチェーンでジャンボ鶴田の喉に二重三重に巻きつけまして、これは苦しい。上樋口レフリーはしかし狂気はまだ目の中に入ってないようです。今もワンマンギャングから鶴見選手に渡りましたね、はい、この辺りのしたたかさ。ワンマンギャングと鶴見五郎チーム、あるいはこの鶴竜コンビから2点をもぎ取るということになりますと大変なポイントになります。さあ鶴田投げられるか。サイドに構えておりますがちょっと下半身の安定感がないですね。そうですね、
から打ってまいります。悪党鶴見五郎、こういう悪のコンビを組みますと鶴見というのはいい仕事をしますね。そうですね、やはりあのタイミングとねスピードが、はい、非常にいいんですよね、はい、それだけであの一発一発の技の重みということではなくて、やっぱりこれはもう完全なるゲリラ戦法と言っていいでしょうね。そうですね、今のところちょっと鶴竜コンビタジタジであります。鶴竜コンビの大いなる野望、昨年のこの、リーグ戦は準優勝でした。今年はインタータグを取っておりますので、その強さの証明をファンに見せたいためにも V1 を達成したいところであります鶴竜コンビ。しかしワンマンギャング鶴見五郎の猛攻にあっている、うん、今のところ流れは完全にギャング五郎組ですね。そうですね、しかしね、はい、まだまだあの天竜選手、はい、鶴田選手ともにそんなに疲れの色が見えないので、まあ勝機は十分掴んでいくと思いますね。そうですか、もう逆にね、鶴見ワンマンギャング組はスタミナをかなり使ってますよ、はい、そうですか、はい、さあ今度はワンマンギャングが登場してまいりました。ワンマンギャングもこの体に似合わず細かい技がかなりできます。それだけにジャンボ鶴田も要注意。さあ鶴田がちょっ猛然と襲いかける、ちょっ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 、さあロープに押し付けた、そのまま今度はなんだ、ラリアットだ、どうしたぞ、ジャンボラリアット爆発。今の当たりどうですか、うん、あの真正面から当たりましたね、喉元に命中。今度はツープラトン鶴竜コンビ、これは練習していた技だ、2人で手を合わせます。鶴竜コンビの今は息が2人合いました。これじゃなきゃいけませんね。そうですね、非常にあのダブルエルボーがね、うまくヒットしましたね。あ、しかし力があるということは山田さん、レスラーとしては最大の武器ですね、天竜捉えられます。あのしかしね、さすがのあの大きなね、あのワンマンギャングがね、はい、ダブルエルボーでもって本当に口き倒しだったですね。おっと待ってくださいよ、鶴見五郎の大技だ、これでバックドロップに行くのか、あ、バックドロップに行きました。今のセカンドロープから叩き落としましたよ、はい、これは怖い技です。うん、落差があるだけに怖いですね、さあ一気に行くか、また聖剣突き、完全に天竜の動きがここで止まりました。さあ危ないぞ、カウントが始まった、カウントが始まった、カウントが始まった、カウントが始まりましたが、やっとカウント1で跳ねのけます。鶴見五郎が元気いっぱい、天竜再び捕まります。そして苦しいところでワンマンギャングへのタッチ、これでボディープレスでもやられますときついですね。うん、あれしかしうまいですね、エルボーですね、エルボー、まずエルボーバットですね、まずエルボーを打ちました。ちょっとカウントがゆっくり進んでおります。 2.3 ぐらいまで入ってしまいました。さあ危うし、危うし天竜、この危機をどういうふうに奪還するか、なんとか逃れなくてはいけません。さあしかし完全にダメージを受けております。ボディープレス、案の定いきました、危ない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 、あっと鶴田のフォローで間に合った、やっぱりね、天竜動けません。最初からねボディープレスを狙わずに、まずエルボーでダメージの追い打ちを入れておいて、はい、その後なんですね。そうですね、レスリングのこの強弱ということが必要なんですね。そうなんです、はい、その辺やっぱりギャングのねインサイドワーク、今度はバックドロップ、鶴見五郎が打ちます。いやジャンボ鶴田のカーブを奪うようなバックドロップ、リングの中央です。なんとなくね今日の天竜選手今のところ精彩を欠いてますね。ちょっとグロッギーですね、はい、これはもう完全に大技で効いてるんですね、動きは悪いですね、さあ逃れることはできません。さあ飛んでまいります、飛んで5本の指、いやちょっと天竜危ないですよ、天竜危ない、ここで深くを取ると、深くを取ると0点ということは4点止まり、中盤の福岡大会折り返し地点、苦しくなります。さあ行ったぞ、今度はねフロントネックチャンスリードラップ、フロントネックチャンスリードラップ、正面から顔面砕き、これは効いた、大技を一発打った。さあ鶴田がここで面目躍如と出てまいりました。まずジャンピングリーパット、やっと起死回生のジャンピング2パット、ここで初めてヒット、今度はパイルドライバー、パイルドライバーの天空打ち、ズシーンと効いたぞ、そのままかぶさった、かぶさった、かぶさった、カバーだが、あーワンマンギャングが来ます。やっと流れが隔離コンビに来たような感じがしますが、あ再び鶴見五郎の逆襲始まった。鶴見五郎のこのダメージの回復も早いですね。さあジャンボが飛んだ、今度はジャンピングにインパット、正面から顎を砕く、そして反対側に飛んだ、反対側に飛んだ、フライングボディスターストラップ、手4つ、豪快に決めるか、どうやら決まったようだ。久しぶりに見せましたフライングボディシザースドロップからの手4つの体勢の抑え込み、見事なカバーの体勢、カウント3、鶴見五郎からいいボールを取りました。ジャンボ鶴田天竜チーム、勝ち点2点を挙げまして6点、トップのザ・ファンクスに肉薄であります。
勝負の方は14分39秒、途中山田さんやや手こずるシーンもありましたけれども、確実に得点を重ねましたね。そうですね、まあ、あの最後の非常に鮮やかなボディシザーズドロップ、これはやっぱりあのこのシーンを見る限りね、はい、非常にやっぱり余裕があったんでしょうね、なかなか天竜選手のね、あのワンマンギャングへの最後のフォローも良かったですし、白、はい、竜コンビとしては本当に着実に2点をもぎ取ったという感じですね。たじろがせたその勢いで今後また得点を確実に増やしたいところであります。今夜のザ・ファンクスとは5点差でありますが、まだまだしかし V1 の可能性は残されています。しかし今夜ザ・ファンクスに敗れますと首の皮1枚という得点差でございます。必勝を期しての入場、ジャイアント馬場バッシャー木村組、どういう勝負を見せますか。相手はザ・ファンクスだ。注目しています。全国の会場でニューザ・ファンクスを披露しております。ドリーファンクジュニア、テリーファンクの入場、その勇姿、そしてファイトに熱っぽい感動の嵐を巻き起こしております。テリーファンク、ドリーファンクジュニア、この福岡博多っ子の気質というのも、まあ、一つには男っぽいというところが魅力の一つなんでありますけれども、このテリーファンクの生き様、そういったものに惚れ込んでいる九州男児がたくさんいらっしゃいます。まあ、それにしても1年半ぶりのカムバック、テリーファンクが非常に底抜けに明るい表情でこのリーグ戦に参加しています。まさにファンク氏の神話はよみがえりました。さあ先頭原馬テリーの笑顔、そしてその後ろ落ち着き払いましたドリーファンクジュニアの笑顔、鮮やかな連携プレーでここまで4戦勝か、無傷の7点、単独トップに立っています。さあ4度目の V へ一歩近づいたザ・ファンクス、堂々の入場。試合に先立ちまして日本テレビより両チームに花束の贈呈でございます。公式戦、まさに夢のカードと言っていいでしょう。30分の一本勝負、試合に先立ちまして日本テレビ福岡放送から両チームレフリーに花束が今贈られました。早くも歓声が沸き起こっています。テリーコール、そして一部の間にラッシャー木村へのコールも聞かれます。世界最強タッグ決定リーグ戦30分日本勝負を行います。青コロナ250万のテリーファンク、さあ早くもテキサスブロンコに火がついたようです。テリーファンク250万のテリーファンク、ドリーバンクジュニア、赤コーナー200分の1番のラッシャー木村、20年のキャリアはただものではありません。凄みが増してまいりましたラッシャー木村、公式戦行くゲームには強い燃えるジャイアントババ、勝負は公式戦30分の1本勝負です。さあ山田隆さん、ザ・ファンクス、いよいよ親友ジャイアント馬場との対決ですけれども、特にカムバックしたテリーファンクの胸中どうでしょうかね。山田さん、そうですね、まあ、あのいろいろな面で、つまりあのプライベートの面では、心情的に大変に戦いにくい相手がジャイアント馬場、
であるとは思います、はい、ただこれはやはりね大きなプライズマネーのあったこういうビッグなねタッグのイベントですから、ひとたびこの四角いジャングルに上がってしまえば、はい、そういったことは一切考えずにただひたすら勝ちに行くと、これは仕方のないことですね。さあ公式戦が始まりました。試合前の4人の選手の表情でしたけども、山田さん、テリーファンクがラッシャー木村に、そしてジャイアントロブに握手を求めに行きましたね、うん、そうですね、やっぱり堂々と戦おうということでしょうね。はい、さあ勝負が始まりました。九州博多っ子テリーファンクのこのいわゆる男っぽい生き方に共鳴するファンがたくさんいますが、しかしテリーのコールもありますけれども、山田さん、ラッシャー木村のカムバックを祝うかのようなこのコールもありますね。そうですね、やはりあの木村選手というのはですね、やっぱり闘将というか、はい、戦い方が大変にやっぱり男っぽいですからね、九州のファンの肩には合うんだろうと思いますね、はい、まあ、ラッシャー木村ゴーゴー木村というコールは非常に気持ちは嬉しいと思いますが、かつて山田さん帰れ帰れというような屈辱的なコールを受けたこともありましたね。そうですね、ただ私はあの今回ですね、あの木村選手がこのリーグ戦に馬場選手のパートナーとして出場するという決まった時に、はい、まあ心の中でいろいろ考えたですね、ただその自分がどの程度やれるだろうかと考えたラインより木村選手がはるかに上の実力であったということが大変に嬉しいし、それと同時に馬場選手はさすがにいいパートナーを見つけたと思いましたね。本当ですね、非常に戦力アップいたしましたジャイアント馬場ラッシャー木村組、現在得点2点、しかし今夜のこの福岡の折り返し点あたりから馬力をかけていくぞと力こぶを見せておりましたジャイアント馬場。さあテリーファンクの勝負から今度は兄ドリーファンクジュニアにつながれました。ザ・ファンクス、ここまでは無傷で来ています。タイガージェットシーン、マイクショーに勝ち、キッドスミスに勝ち、ギャング鶴見組に勝ち、そしてジャンボ鶴田天竜とは時間切れの引き分け、計7点。まあ、今夜 V 達成のためには7点で単独トップには山さん立っておりますけれども、ザ・ファンクスも無得点試合は許されませんね。そうですね、はい、これはあのよし、もう今日ですね、負けてももちろん残るわけですが、ちょっと無得点なんかやっちゃうと、大きなマイナスポイントになってしまいます。そうですね。さて一方の東証ラッシャー木村が先陣を切ってずっと試合を続けておりますけれども、ジャイアント馬場ラッシャー木村チームは第1戦ハンセンボディに敗れました。そしてギャング鶴見組には勝ちまして現在2点、まあ、得点差をこのザ・ファンクスチームに縮める意味でも今夜2点を取らないと、山田さんちょっと苦しいんじゃないでしょうか。はい、馬場木村組としてはね、はい、ここで2点を取ってなんとか現在までの得点数というものを4点にしたいというところでしょうが、まあ、正直言ってどうでしょうか、あのチームの僕は戦力としてはね、馬場木村組の方がやや上ではないかと思うんですね、ただそこでね、今日のコンディション次第であるということなんですね。一方の現在得点7点でトップの位置を確保しておりますザ・ファンクスですけれども、いよいよ山田さん、ハンセン・ブロディとの復讐戦、名古屋決戦刻一刻と迫ってますね。そうなんですね、はい、まあこれはファンクスとしてはね、今回優勝という言葉よりも復讐という言葉の方が余計出てるわけですね。で、ドリーの方にしても絶対弟のテリーのために復讐を手伝うと、でテリーは俺は復讐するんだと、ですからね、それがまあ図らずも V 戦線のトップを走ってる、はい、でちょっと言葉とは裏腹な現象が出てきたわけですよね。やっぱり大目標は復讐じゃないかと思います。そうですね、さあリング上注目の顔ぶれ、公式戦ではありますがこういう夢の顔ぶれ登場でございます。テリーファンク、そしてジャイアント馬場、あの引退の時にもジャイアント馬場に散々世話になりましたテリーファンク、そしてカムバックの際にもジャイアント馬場の助言が聞きました。今日中何を持って戦っているのか、テリーファンクにとりましてもこのレスリング人生、山田さん、ジャイアント馬場の存在というのは大きいですね。それは多分大変に大きいだと思いますね、はい、まあもちろんそういった意味でね、そのプライベート
メートの面ではいろんな友情とか付き合いとかというのがあるわけですが、まあ、ご覧のようにね、一度リングに上がってしまえばこれはもうやっぱお互いにね、プロの闘志ですからね、まあ、もうガンガンいきますね、はい。さあ、ファイト抜き出しの勝負に出てまいりました。ビッグゲームには強いジャイアント馬場、公式第一戦をまだ見た限りですけども、ジャイアント馬場選手、ハンセンブロージーには敗れましたけれども、いいコンディションでこのリーグ戦に入りましたね。もちろんそうですね、はい、本当にね、木村選手もノックアウト負けを喫したわけですが、内容は素晴らしかったですからね。本当そうですね、はい、負けっぷりの良さが非常に目についたジャイアント馬場、ラッシャー木村。反対にこの意味を深く探りますと、非常にコンディションがいいというふうに取れるわけですね。そうですね、はい、私の考えでは、木村選手のラッシングパワーとジャイアント馬場選手のインサイドワークとテクニック、これはもう実にうまくバランスよく噛み合っていると言えますね、はい。さあ、その東証ラッシャー木村が再び飛び出してまいりました。相手はテリー・ハンクであります。本当にいいパートナーを得ましたジャイアント馬場、誠に現在までのところ東証にふさわしいファイトぶりでございます。流血もいとわ、まあ額の血を拭おうともしないファイト、すごい気合でございます。やはり山田さん、これまでの流れ見てますと、全日本のマットが最後の戦場という気持ちになっているようですね。おそらく木村選手としてはそうでしょうね、はいはい。ここでね、もうベテランらしいね、もう一花をねぴったり咲かせてみせようということでしょうね、うん。そうですね。なお、このラッシャー木村選手はザ・ファンクスとは52年のオープンタッグで対戦したことがあります。その時のパートナーは確か引退したグレート草津選手でしたね。懐かしいですね。そうでしたね。まあ、木村選手という人はね、この寡黙な人で多くを喋らないんですが、いざという時には大変力を発揮する人ですね。そうですね。ですから馬場選手がパートナーにした場合ですね、このコーナーから一刻安心して見てられるという感じが強いですね、はい。私も非常に興味がありまして、馬場選手におけば聞いたんですけれども、入念なこの作戦の打ち合わせみたいなことはほとんどしないんだそうですね、はい。それはね、やはり馬場選手にしてみれば、木村選手というのはもう俺のやり方は分かっているだろうと、まあ、これだけの大物ですから、はい、任しておいていいということでしょうね。なるほど。いわゆるあうんの呼吸ですよ。なるほど、そうですね。さあ、逆襟の体勢、長時間決まっています。さあ、館内のお客様が一斉にコールを始めました。テリーコールですね。そうですね、そうですね。まあ、今やられてますからね、ここで頑張って跳ね返してほしい。おっと、さあ、脚力で返します。今の返し方を見ておりますと、山田さん、両膝の故障もそう気にはならないようですね。そうですね、まあ、大変にその闘志のある人ですからね、弱みは見せませんね。うおーというようなどよめき、このコブラツイストの入り方が鮮やかに決まっています。これは今のどよめきは、山田さん、ラッシャー木村への称賛ですね。なかなかね、この木村選手というのはファイタータイプですから、はい、ああいったそのいわゆる鮮やかな技っていうのは非常に意外性がありますね、さあ、ドリーファンクジュニアがテリーファンクに今声をかけました。さあ、グランドコブラの体勢になります。グランドコブラ、そして肩が今一瞬つきました。カウント2まで入ります。さあ、いい体勢でラッシャー木村からジャイアント馬場への、いや、ツープラトンの攻撃に、いや、馬場です。16万方が決まりました。さあ、聞いたぞ、まだカバーに行きません。山さん、1回ではカバーに行きません。おっと、今度はコブラ、コブラ決めます。腰を折ります。コブラツイスト、ジャイアントババさらに絞り上げる。あ、ちょうどね、はい、ここからテリファンク選手の背中が見えるんですが、もう真っ赤になって、いや、よじれてますね。膝のあたりの角度はどうですか。非常にがっしり決まってますよ。決まってますか。はい、はい、コブラツイストを決めています。ジャイアント馬場であります。容赦しません。今度は反対にテリーが、テリーが体の位置を変えて、体の位置を変えて、あっとこれでグランドコブラには持っていけますが、どうでしょうか。さあ、あっと、これは決まります。グランドコブラ、グランドコブラ、グランドコブラ、そして今度は回転するローリングクライドル、ローリングクライドルに入ります。あっと、見事に決まります。ローリングクライドル、そしてそのまま肩をつけます。久々に見ますね。そうですね、見事に見せました。テリーファンク、アラウマテリーファンク、見事な流れを構成しましたテリーファンクです。
世界チャンピオン時代のね18番技でしたからね。でしたね。しかしあの大きな馬場選手にね、はい、見事に決めましたね。本当に体のコンディションはあの世界チャンピオン時代に戻ったと見ていいんでしょうか。うん、そうですね。さあ今度はノーテンチョップを打ってまいります。ジャイアント馬場、今のところ一進一退の攻防。さすがにビッグマッチ、ビッグゲームです。東証ラッシャー木村、再びここで登場。チョップを打ちまくるが、山さん力強いチョップ攻撃ですね。大変にあの右のですね、はい、あの大きく振りかぶってのチョップってのは威力がありますね。いますね。今度は対角線上に思い切って投げ飛ばす。ラッシャー木村猛然と襲いかかります。テリーファンクの溝打ちのあたり蹴り上げました。テリー場外真っ逆さま、これはダメージを負っています。このラッシャー木村とジャイアント馬場というのは、山田さん、この控室にいる時は本当に寡黙な男で静かなる男という感じがするんですが、こういう点が非常に共通しているところですね。そうですね、はい、それでいざとなると両方ともですね、変に燃えますしね、熱く燃え上がる、はい、まさにこのファイターという感じですね、はい、それと今日はね、やはりあの気の毒ですがテリーへの狙い撃ちですね、はい、テリーのバックドロップ、鮮やかに一発逆転のバックドロップが今決まっています。さあこの後守りのラッシャー木村はどうでしょうか。テリーが1回転2回転してアニドリーに渡します。さあ渋い技を転が行きました。やはりこの技が効くんです。素晴らしいエルボースマッシュ、世界一ですね山田さん。そうですね、カウンターのエルボー、エルボー打ちは得意ドリーファンクジュニア。本当に一発一発がですね、はい、ずしんで決まりますからね。全く手足が出なくなりました。ラッシャー木村倒されます。素晴らしいエルボースマッシュ、エルボーバット、もうたまらずジャイアントババにタッチ。さあドリーファンクジュニアとジャイアントババ、過去も何度も名勝負を見せました。ジャイアントババ、ドリーファンクジュニア、四角いロープを思い切って使います。待ってたぞエルボー、待ってたぞエルボー、ダブルチャップ倒した。ババ勝ったぞ、ババがドリーを倒した。さあこの後の流れ、今度はスプリングトーホールド、1回転2回転した、どうだ、2回転で左の足で蹴り返す。馬場も相手のタイミングをよく知っています。チョップを打つ、さあ逆水平、ジャンチョップがもう猛然と当たっています。今度はバックドロップ、ドリーのバックドロップが決まった。あ、これは山さん効きましたね。いい角度、本当にいい角度で行きましたね。一瞬ジャイアント馬の顔面マスオ苦しい。いやさすがに20年のキャリアです、ドリーファンクジュニア。もう一発一発の技が本当に効きます。さあおっとうまく外した、外します。さあ16番でドリーを倒す、テリーが飛び込んでいきますが真っ逆さま。さあ相手はドリーファンクジュニア、ドリーを捉えるか、何でいくか、何でいくか、あ16番カウンターの16番、そのまま抑え込んだ、得点2か、得点2か、得点2か、ドリー返します。座禅ジャイアントババのペース、ジャイアントババのペース、小技がけ、小技を落とし、リングの中央、まさに波状攻撃、ジャイアントババ。さあどうだ、優勝に向かって爆心のポイントになるか、どうだ、とドリーも返します。さあ押せムードジャイアントババ、ここで再びいいパートナー、ラッシャー秋村のヘッドバッツ、頭突き、ヘッドバッツ、頭突き、この2段攻撃、そしてブルードッキングヘッドロック、大技を打ちまくる、体がよじれた、ドリーの体がよじれた、ラッシャー秋村に渡します。東証ラッシャー秋村、ヘッドバッツ、テリーをまず場外に送り込んで、相手はドリーだ、相手はドリーだ、チョップ、正面を向いて、今度はヘッドバッツ、正面から打ちます。まだ今夜は流血はありません。ラッシャー木村、さあ起き上がれという威勢のいい掛け声をかけた。テリーにはチョップ、このチョップが横効きますね山田さん。そうですね、テリーが吹っ飛ばされます。さあテリーが吹っ飛ばされます。ラッシャー木村、おおすごいすごい、すごいいった、すごいすごいすごい、木村のチョップが一回っています。しかし右のパンチ、右のパンチから左、しかしパートナーが違いますね。そうですね、これ相手は違います。まだタッチしておりません。ジョイグジェルフリーが注意を与えます。さあラッシャー木村のパ相手はドリーだ。ここでジャイアントババも猛然と出てまいりました。ラッシャー木村ちょっと興奮状態、ジャイアントババがドリーファンクジュニアに逆水平、場外ではラッシャー木村ヘッドバットの猛攻、ババが木村を呼んでいる。そうですね、ダメですね。しかしジャイアントババ、ドリーはジャイアントババをリングの中に引きずり込んだ。さあラッシャ
ラッシャー木村気がつけない、危ないぞ、これはリンガルト取られるぞ、危ないぞ、ラッシャー木村なんて気がつかないんだ、ラッシャー木村気がつかない、あーカウント、カウントです、リングアウトですか、あ、ドリー・ハント・ジュニアの右手が上がりました、ドリーの右手が上がりました、リングアウトの勝ちですね、でしょうね、14分33秒、ラッシャー木村リングアウトを取られた模様です、うん、これは不覚の一敗、不覚の一敗、ラッシャー木村、まあね、これはテリーファンクが仕掛けたとは思いませんがね、ちょっと木村選手迂闊でしたね、迂闊でしたし、ザ・ファンクスの実にこの頭のいいインサイドワークにまんまと引っかかってしまった、罠にかかってしまった感じがしますね、そうですね、いやこの得点は大きい、ザ・ファンクスは7プラス2点で9点、はい、もう優勝へ優勝へもう一歩も二歩も近づきました、そしてババアラッシャー木村チームはこれで完全に交代ですね、もうそうです ね本当に首の皮一枚になってしまいましたね、いや2点止まり、折り返し点2点止まり、ラッシャー木村が抗議、ラッシャー木村が抗議、何の抗議でしょうか、何の抗議でしょうか、何かアピールしてますね、そうですね、リング上はっきり聞こえません、木村選手としては、はい、もう採点は納得いかないのかもしれませんね、そうですね、またやり合います、テリーを捉えます、テリーを捉えます、しかしラッシャー木村、ファイトぶりに火がついて非常にいい攻撃を見せたんですが、ちょっと山田さん、相撲で言うと勇み足ですかね、そうですね、まあ、やはりルールはルールですからね、木村としてはもう分満やるかたない、残念な負け、これで山田さん、ジャイアントとドラッシャー木村の間にどうでしょうか、ひびが入らなければいいんですけれども、そうですね、ちょっと一方的なラッシャー木村の自己判断とでも言いましょうか、やはり試合の流れでリングに落ちたわけで気がつかなかったんですね、やっぱりエキサイトしてましたからね、はいはい、しかしまあこれはやはりミスはミスと言わなきゃなりませんね、そうですね、さあ大変な星を落としました、ジャイアント馬場とラッシャー木村チーム、今夜はなんとか勝って2点をもぎ取って後半戦に勝負を持ち込みたかったラッシャー木村、そしてジャイアント馬場でありますが勝ち点2点でございます、リング上ザ・ファンクスもまだ気が動転してるんでしょうか、ザ・ファンクスは勝ち点2点でプラス9点でもちろん単独トップであります、冷静沈着なドリーファンクジュニアから今握手を求めに行きましたリング上でございます、しかしこれで山さんどうでしょうか、ザ・ファンクスは名古屋決戦のハンセン・ブロディとのこの復讐戦を乗り切れば優勝へという感じが出てきましたね、そうですね、もう最大の山場があそこですからね、はい、しかし今日の2得点はいずれにしても大変に大きいですね、ラッシャー木村もやっと納得したようです、リング上で固い握手を交わしておりますが、しかしまだちょっと納得のいかない表情はラッシャー木村、もうまずまず試合の方は一歩リードしていた感のあります、ラッシャー木村とジャイアント馬場チーム、しかしラッシャー木村の勇み足、勝負の流れでリングアウトを取られまして、ラッシャー木村不覚の一敗、ジャイアント馬場ラッシャー木村は大事なこの折り返し福岡大会中盤戦で0点、勝ち点2点で折り返すことになりました、さあそれでは中盤戦終わったところで上位5チームを改めて得点申し上げますと、ザ・ファンクスがご覧いただきましたように9点、レイス・ニックが6点、鶴田天竜が6点、ハンセン・ブロディ4点、ジャイアント馬場ラッシャー木村組2点で福岡の中盤戦を折り返したわけでございます、来週は終盤戦の大阪大会です、ジャンボ鶴田天竜組はハーリーレース、ニックボックインクル組と公式戦、特別試合タイガーマスクマジックドラゴン組はモルガンエヒプシオとの一戦でございます、来週の大阪大会もどうぞお楽しみに、この辺で福岡からお別れしたいと思います、さようなら。84年世界最強タッグ決定リーグ戦日程です、今晩6時半愛知県体育館、9日姫路、10日岡山、11日大阪府立体育会館、注目の優勝戦は12日横浜文化体育館です、来週は世界最強タッグ決定リーグ戦の大阪大会から鶴田天竜組がレースニック組と対決、タイガーマスクも登場です、再来週は注目の優勝戦横浜大会から鶴田天竜組がハンセンブロディ組に挑戦、ファンクスはレースニック組を相手に登場です。